皆さんこんにちは、ストリングです。私は今宮崎県の、ここは高原町ですかね、来ております。ここは吉都線の高原駅になります。たまたま通りがかったんですけどね、なかなかいい駅でしたので少し撮影をしてみたいと思います。ここは JR の駅なんですけども、現在は町営か何かの設備になってるんですかね。窓口も特には存在しません。もともと改札だったとこですね。まあ、今も改札ですけど、このようにね、野菜が売られております。ちなみにこの撮影をしましたのは昨年末の12月ですね。クリスマス終わったんですけどね、今もこのように大変立派なクリスマスツリーが飾られております。駅の中にはこのような、ね、売店があるみたいですよ。吉都線といいますと宮崎県の都城から吉松までの区間になりますね。この時間は目が10時過ぎなのでほとんど来ないようです。そして構内に入りますとね、このようにホームがあるんですけども、奥にはね、唐国岳でしょうか、見えております。大変立派ですね。それではホームの中に入ってみましょう。特に遮断棒とかはないようですね。このように線路を渡ってホームに行くようですよ。実際その場でも思ったんですけども、改めて見るとこのホームなかなか幅が広いですよね。首都圏で混雑する駅よりも広いんじゃないでしょうか。そしてこの端っこの方にね、来てみますとこのように唐国岳と、そしてこっちにはね、雲かかっているんですが高千穂峰ですね、どちらも宮崎県鹿児島県の名峰と呼ばれる山ですね、見えております。とても素晴らしい景色ですね。そしてここ高原はですね、神武天皇生誕の地のようで、至る所に神武天皇のねことが書かれておりました。最近私神武天皇のねゆかりの地めちゃくちゃ行ってるのでちょっと嬉しいですね。ちなみに神武天皇というのは初代天皇ですね。現在の天皇陛下のご先祖です。いや、なかなかいい駅にたどり着きました。トイレ休憩で寄ったんですけどね、たまたまです。というわけで少しね撮影をして行こうかなと思います。この時唐国岳はてっぺんに雲をかぶっていました。いや、でもここの駅本当に唐国岳から高千穂峰とね、まあ、この地域を代表する山を一望することができますよね。いや、なかなかいいところですよ。列車本数が少ないですが、この待っている時間もなかなかいいものなんじゃないでしょうかね。いや、いいですね。とても良かったです。夜になるとね、おそらくこのイルミネーション高原というのね、高原ですね、光るんでしょうね。九州とか沖縄って原って書いて春と読むことがね、多々あるんですけども、沖縄に行くとハエバルとかね、いろいろ春と夜、呼ぶ地域がねありますね。福岡の方にいたら原だと書いて春だというところもありますね。ここ高原町は先ほども神武天皇生誕の地というふうにお伝えをしましたが、町の至る所にそのような看板が立っていましたね。まあ地域の誇りなんでしょうか。吉都線ですからね、きっと願いが叶うと、きっとかとですね。いいですね、こういうのも。非常に温かみを感じる駅でした。神武の里ですね。夜行ったら綺麗でしょうね。ここにもね、星のイルミネーション、そして奥にはサンタクロースにおそらく木のように光るんでしょうね。イルミネーションが設置されております。また夜に来てみてもいいんですけど、まあ、ちょっとまたそれはいずれ、訪れてみたいなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。ちなみに高原町をさらに西に行くとこのような池がありまして、ここは三池というらしいんですね。いや、ちょっと風が吹いて完全な水鏡にはなってないんですけども、この奥に見えるのは高千穂峰です。と言いますのも、昔ここでね神武天皇が幼少の頃遊んだという伝説が残っているようですね。ちなみに伝説と言いますのも、もともと神武天皇というのは実在の人物ではありません。昔に書かれた古事記や日本書紀に神武天皇が今の天皇の先祖であるというふうに書かれているようです。天皇が遊ばれたということで三池という名前が付けられたんでしょうね。それではご視聴ありがとうございました。